めよ。私では越えられんというのか、幻影すらも。ゾラージャ兄さん、それに親父。あのグルージャジャ殿は本人ではない。前世紀の彼を呪具で再現した幻影のようだ。あの壺のような呪具を操る彼こそがマムークの長であり、最後の連王の戦者でもあるゼレージャ。トライオラでは最強の武人と呼ばれているらしいが、一つ頭なんぞに相当を超えることなどできぬわ。せめて素直に付き人の加勢を認めればよかったもの。グルージャジャ殿の幻影を倒して相当を超える存在であることを証明せよ。それこそが彼が課した試練らしい。そしてゾラージャ王子は単身で試練に挑み敗北した。だが真の問題はその後の振る舞い。彼はただ負けただけではなく。愚か者め、敗北を認めていれば友の試練の失格だけで済んだものを私に刃を向けるとはな。継承の儀から追放となった貴様は継承候補者にあらず、どこへなりとも消えるがよい。まだ終わってはおりませんぞ。黄金鏡にたどり着くのはこの私です。友の試練に失敗した兄さんはゼレージャに切りかかって秘跡を奪おうとしたのさ。だがそれも阻まれた。父上の幻影によってね。おお、愛しい息子よ、よく来たな。連王グルージャジャを超えられるのは祝福の兄弟たる総統として生まれた者だけ。この試練はお前のためにあつらえたようなものだ。さあ試練を始める前に、ここまでの旅で得た素晴らしい成果を父に見せてくれ。どういうことだ？なぜ秘跡が揃っていない？これまで何をしていたのだ、爆風じゃじゃ！まあよい、お前にも事情があったのだろう。案ずることはない。足りなければ奪えばよいのだから。例えば
そこの二人からな。奪おうとしたさ、けど負けちまった。何度やったって俺様じゃ王女には勝てねえ。最高の総統になるべく育てられたお前が、あのような劣等種に負けた、だと？はあ、もはやここにお前の居場所はない。他の兄弟たち同様、私の目の前から消えろ、この失敗作が。行こう、兄ちゃん。この継承の儀で我らが王権を手にするはずだったのに、あの出来損ないめ。いや、全ての継承候補者が敗退すれば、グルージャジャとて玉座に座り続けるしかあるまい。さすれば、いずれ改めて継承の儀が行われるはず。その時に備え、新たな器を用意せねば。ああ、そうだとも、残りもとっとと幻影に倒させて。試練は受けねえぞ。何？継承の儀を辞退するつもりか？ここまでの試練を通して、私はその土地に住む人々やそいつらが大事にしてる文化に触れてきた。きっとこのマムークにも私が知らなきゃならないことがあるはずだ。自分が治める国のことを知らないような奴に親父が王位を譲るわけがねえからな。試練を受けるのはそれからだ。僕も同意見です。父上があなたを連王の選者に任命したことを考えると、ここにも僕たちが知るべき何かがあるはずです。せいぜいありもしない意味を探すがよい。いずれにせよ、グルージャジャの幻影と戦い、倒してみせねばそれまでだがな。あの、お話が。西の町外れにお越しください。
セノーテの中に石造りの桟橋のようなものが見えるでしょ。目的地はあそこよ。わざわざあんな場所に相当な労力をかけて作ったのだろうね。あれはヨカフイ族が大昔に作った遺構だと聞いているわ。その入り口を私たちの祖先が飾り直したそうなの。一体何のために？見てもらった方が早いでしょうね。私たちが刺激する比獣がいるから、それを使っておりましょう。爆風ジャジャ、なんでこんなところに。こっちのセリフだ。無様に負けた俺様を笑いにでも来たか。昔から悲しいことがあるといつもここで泣いていたわね。母上。マムークのことを知ろうとしてくれたウクラマト王女なら、私たちが背負ってきた罪を終わらせてくれるかもしれない。そう思ってここに連れてきたの。話してもいいかしら、あなたのことを。わかった。だったら俺様の口から話す。宗傑の教えが犯した罪のこれ以上ない当事者だからな。この壺に入っているのは相当の赤子、その亡骸だ。あの遺構はな、死んだ赤子たちの魂が化けて死霊になっちまわねえように用意された慰霊堂なのさ。君たちは相当がどうやって生まれてくるのか知ってるかい？確か茶色い鱗のフビゴ族と青い鱗のブネワ族のイブ族婚によって生まれてくるって。もともとはシュバラール族との戦いが劣勢に陥った際、内輪揉めを繰り返してきたマムージャのイブ族同士が結束力を高めるために始めた婚姻関係だったんだ。
すると思いもよらなかったことが起きた。フビゴ族とブネワ族が夫婦の契りを結んだ結果、二つの頭を持ち強大な力を持った子供が生まれてきたのさ。その相当の子が長寿で戦士たちを率いるようになると、シバラール族との戦いでも勝ちが続いてな、一気に上の森まで戦線を押し上げちまったのよ。これに味を占めた一部の連中はさらなる相当を求めて二部族婚を繰り返したってわけだ。それが罪の始まりになるとも知らずにな。それから多くの卵が産み落とされたが、ほとんどの赤子は殻を破ることができず死んじまった。無事に孵化する卵は百に一つだなんて言われてるくらいさ。俺様だってそうだ。数えきれないほどの兄弟たちの命を犠牲にして生まれてきた。マムークの一族をトラル大陸の頂点に立たせるために。大人の都合でひどすぎるだろ。ああそうだ、ひどいよな。でも取り返しなんてつきやしない。俺様は最初から残骸の中に生まれたんだよ。だから俺様は負けるわけにはいかなかった。殻の中で死んでいった兄弟たちの命に報いるために、たとえどんな手を使ってでも勝たなきゃならなかったんだ。なのに結局この様だ。みんなの命を無駄にした。俺様だっていっそ生まれてこない方が良かったのかもな。それは違う。総統として生まれたのも、多くの赤子が犠牲になっていたのも、お前自身が選んだことじゃねえだろう。全部総統という妄衆に取り憑かれた連中がやったことだろうが。そいつらの罪をお前が背負うことはねえんだ。言えよ、本当はどうしたいかって。もう終わりにして、これ以上兄弟たちが犠牲になるのは嫌だ。お前の願い聞き届けた。相当生み出し続ける奴らを私が止めてやる。総決の教えの信奉者たちが相当を求めるのは、トラル大陸の頂点に立つためだったね。ではなぜ大陸の覇者を目指すのか、その裏にある思いが分かれば、あるいは。ええ、それを知るためにも彼らと対話できるようになるといいのだけれど。俺様を連れて行け。父上はともかく、総決の教えを信じる連中にとって総統の言葉は絶対だ。ダメよ。追放されたあなたがまだ近くにいると知れば、ゼレージャは黙っていないはず。あなたの名前を使って皆をモストラルズージャに集めましょう。そこで王女様が知りたいことを聞いてもらえばいい。なら俺様の鱗を持ってけ。ちょうど
弟との継ぎ目あたりの鱗にはフビゴ族の茶色とブネワ族の青色が混じってる。だからこそ相当に認められたものの証になる。マムークにいる連中にこいつを見せれば呼び出しには応じるだろうよ。今まで悪かった。言ったこともやったことも今さら許されるとは思っちゃいねえが、そうするほどの理由があったって知れてよかった。だからよ、今はそんなに嫌いじゃねえぜ。おお。ありがとう、ウクラのこと。まあ、嫌いなままでいるより好きになれるなら、その方がずっといいわよね。では、マムークの人々に声をかけてみよう。バクージャジャに譲ってもらった鱗を見せながらね。
ゼレージャ、最後の試練を始めようぜ。何をしていたのか知らんが、悪あがきは終わりか。ああ、よくわかったぜ。マムークのこともお前らのことも。それを知ったところで何だというのだ。お前の言う相当を超えるってのがどういうことなのか、私なりの答えが出た。マムークの連中が笑えていないのは、自分たちが背負った罪の重さに苦しんでるからだ。だから私は親父の幻影を超えることで総決の教えをぶっ壊す。何を言うかと思えば、総決の教えを壊すだと。我々は総統なくしては生きてはいけぬ弱者の集まりだというのに。そりゃ一人一人の力はちっぽけなもんさ。だけどよ、みんなで手を取り合って一つになれば、バリガルマンダだって倒せるほどの大きな力になるんだ。くだらぬ。ならば証明してみよう。トラル大陸の歴史上最強の存在であるお前の父親を相手に。上等だぜ。トライオラを受け継ぐ身として親父の幻影なんかに負けてられるかよ。僕もラマチと共に戦います。困りますな、第二王子殿。この試練では候補者同士の共闘は認めていない。せいぜい妹君が殴られる様を見学しているのだな。候補者同士ですか。それなら。これで僕は継承候補者ではなくなった。ラマチに協力するのだって自由のはずです。どういうつもりだ。ここまでの旅で分かったんですよ。父上の後を継ぐにふさわしい人物が誰なのかということがね。トライオラの人々を幸せにできるのは、ゾラージャ兄さんでもバクージャジャでも僕でもない。どんな時も民の笑顔を守ろうとしている君だけだ。だから僕は全身全霊をかけてラマチを王にしてみせるよ。それが僕に機会をくれた父上とトライオラのためにできる最大の恩返しになると信じて。ありがとよ。やっぱコーナ兄さんは頼りになるぜ。へっ、好きにするがいい。所詮は劣等し、何人集まろうが同じことだ。入れよ、トラル史上最強の総統、グルージャジャよ。みんな、準備はいいか。
さあ行くぜ親父。私を信じてくれる奴らの思いに応えるため、あんたを超えてみせる。旅で磨いた武を見せてやろう。歩んで知った断りとと証明してやるよ。みんなで手を取り合えば相当だって超えられるって。切り裂いた剣技だ。炎の刃よ、降り注ぎなさい。行くわ。やれやれ、喧嘩バカはこれだから。長引く前に終わらせますよ。さあ行きなさい。指図するんじゃねえよ。これはどうです？身動きを封じられたようですね。全員でカバーを。炎の戒めを狙って。私の炎からは逃げられませんよ。を守ってみせる。破壊しきれなかったか。それでもみんなの力が合わされば。援護する。
者か知らんが、なかなか楽しませてくれる。これを受ければ諦めもつくでしょ。祝福の炎よ、ウトリをもって命じる。我が敵を断つグレンの刃と化せ。みんな、私の後ろに来い。なんかヤバそうだ。こいつを受けてなお立ってられるか。私はみんなの笑顔を守る王になるんだ。あんたの力はそんなもんかよ。俺の全力を受け切るとはな。だがまだだ。あなたを超えてラマチを王にしてみせる。トライオラの未来のために。幻影とはいえ、さすがの強さだったぜ。このような結果、私は認めんぞ。この後に及んで往生際が悪いんじゃないか。ルガディン族、まさか短歌のじいさんじゃねえか。久しぶりだな。よう、ウクラマト。少し会わないうちにいい面構えになったな。短歌？短歌というのはグルージャジャにもらったこっちでの通名だ。元の名前はマムージャ族の下じゃ発音しにくいらしい。あなたの本名、ケテンダムとおっしゃるのでは？ケテンダムってあれだろ？エオルゼアのすっげえ船乗りの。ま、その話は後だ。ゼレージャ、この子らはお前が出した試練を超えてみせたじゃないか。それを認めないということは、お前に連王の戦者を任せたグルージャジャの信頼を裏切ることになるんだぞ。
超えたと言っても数に物を言わせてではないか。仲間の存在、それも王に求められる素養だと。みんなで手を取り合えば親父だって超えられるんだ。もう相当一人に願いを背負わせる必要はねえのさ。ならば我らにどうしろというのだ。共に生きようぜ、みんなでさ。お前が本気で王を目指すつもりなら、そうやすやすと共に生きようなどと言うべきではない。特に多くの赤子の命を奪ってきた男に向けてはな。だが連王の戦者としての使命は果たそう。ウクラマト王女が友の試練を超えた証としてこの秘跡を授ける。おめでとうはまだ早いかな。いずれにしても君たちならきっと黄金鏡を見つけられるさ。君はもう僕が守ろうとしてきたか弱い妹なんかじゃない。この旅を通して時代の王としてふさわしい成長を遂げた。兄としてとても喜ばしく思うよ。兄さん、ありがとな。ここまでのご協力、ありがとうございました。遠いところまでお越しいただいたのに、ご期待に添えず、すみません。謝る必要なんてないさ。お前がウクラマト王女を信じて、王位を託したなら俺たちはその選択を信じるだけだ。それから最後ぐらい思いを言葉に乗せてみようと思います。慣れていないので月並みな言い方になってしまいますが、お二人に出会えてよかったです。あなたの気持ち、確かに届きました。私たちの旅はここで終わりですが、三人で紡いだ思い出は、この胸に残り続けるでしょう。ああ、また俺たちの力が必要になった時は呼んでくれ。お前のためなら、すぐに駆けつけるさ。それにまだ俺たちの依頼は終わっちゃいない。依頼主を無事に王都へと送り届けるまではな。皆さん、大切な妹のこと頼みましたよ。さて、継承の儀はこれで終わりではない。お前が王位を得るためには、黄金鏡を見つけなきゃならないんだ。わかってるって。ここまで来られたんだ。黄金鏡ぐらい見つけてやるさ。
Hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code. It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible. Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.